はい、こんにちは、テイクアルです。今回はですね、アセットさんのランボルギーニミューラ第15、こちらの方を買ってきましたので、早速作っていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それでは第15ですね。今回もパーツ少ないですね。お、これはエアクリーナーですかね。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、それではですね、今回入ってきたパーツがこれで、こちらのヘッドがですね、前回まで組み立てたヘッドになります。で、今回はですね、こちらですね、これはデスビですね。デスビの取り付けからやっていきます。で、前回付けたパーツなんですけども、これですね。なんか左右があるっていうようなことだったんですけども、どうやら左右はないということで正解みたいですね。で、あとこちらのデスビなんですけど、デスビには L と R という刻印がちゃんとありますので、これはちゃんと左右があるということです。で、右側のデストリビューターを右バンクに取り付ける作業の方からやっていきたいと思います。はい、で、ヘッドをですね、こちら側から見たときに、前回付けたパーツがこのような感じで左側についてる場合は、これがですね、右バンクということになります。なので、この R と書いたやつですね。この R と書いてあるやつをこのように取り付けます。これ切り欠きがあるので、このようにしか付かないと思います。で、ネジで留めると。で、使うネジはこのネジ A というやつですね。今回ネジ A しか入ってないので、間違えることはないと思います。で、こちらがですね、これが亜鉛ダイキャストなんで、一度ですね、ネジ山を作っておきます。はい、それじゃあ右側に R と書いたこちらの部品をこのような形で取り付けて、それからネジを締めていきます。はい、で、同様にですね、こちら側にもこのデスビをつけてネジを締めていきます。はい、このような形になって、まずはこちらの方は完成。で、次にですね、こちらのですね、エアクリーナーの方やっていきます。はい、それではですね、この2つのパーツ、こちら側にこれがですね、このような形でつきます。こうですね。こういう位置関係になります。で、こうつきます。これがですね、もし間違えるとこの突起が合わないはずなので、この突起4箇所ピタッと合っていれば間違いないですね。で、ちょっとつけていきます。はい、ちょっとね、真ん中の穴がきついようなので、少し穴広げますね。真ん中2つが入らないので、ちょっと広げてやって、緩くしてやる。で、両端がパチンと止まれば、ここも入ると。よし、こんな感じですね。で、緩くなった分ですね、ちょっと接着剤入れておけばいいかなと思います。瞬間接着剤でいいですね、ここは。はい、こんな感じでパーツを2つくっつけたらですね、次にこちら、このパーツをここの3箇所に入れていきます。これはですね、プラスチックのパーツだと思うので、ちょっとですね、バリがあるんですね。で、ちょっとだけ処理してからつけたいと思います。バリって言ってもそんなにひどいバリではないんですけども、ちょっと気になるので、ヤスリで、精密ヤスリでですね、少し削っておきます。この部分ですね。
はい、バリガールのこの部分なので丸棒ヤスリを使ってこういう感じでね軽くバリを取っておきます。はい、わかりますかね。こんな感じで、バリが綺麗になくなると他のところと、大差ない感じになります。で、あとはこれをここに入れるだけですね。はい、はめ込みのテンションの方はですねきつからず緩からずでちょうどいい感じです。特に接着剤を入れたりとか穴を広げたりとかですね必要ないですね。はい、というわけでエアフィルターの方も完成しました。なかなかリアルですね。このアシェットさんの今回のミューラに関してはかなり、いいんじゃないかと思います。はい、というわけで今回の作業は以上ですね。で、だんだんですね細かい部品とか増えてきますので、こういった箱がですね100均で売ってます。で、こちらの方はですね仕切りを自分で好きなところにこう動かせるタイプなんですね。なので、こういった大きさのものを合わせてこう閉まっておけるので、必ずですねこういった緩衝材なんかを使って、閉まっておくと傷をつけなくていいと思います。こんな感じですね。こんな感じでパーツの方を管理しております。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。